お前な、いつもな、可愛いこぶってな、そうやってな、可愛いって言われるのにさ、気持ちよくなってんだろ、お前な。くる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 、え、クルーメイト。お前、そればっかりだな、いつも。そうやって、くる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 、クルーメイトからお前は逃げられないんだよ、いつまで経ってもよ。そうやって、くる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 、クルーメイトしかお前は言うことがないんだよな、お前、引き出しが少。フラミンゴ警察だ。フラミンゴ警察だ。フラミンゴ警察だ。急にボタン一人しか行かないじゃないですか。びっくりしましたよ。誰もおらんと思って。じゃあ白いですね、フラミンゴ警察さんは。確かに。ボタンのポスターだったらちょっと待つよね。そうかな。ボタンおじさんはちょっとごめんなさい。エンジンも宿舎前も出なかったです。マックスすいません、質問いいですか？ダメです。はい。あ、何ですか？心がすさんで。あ、いや、フラミンゴ警察って何ですか？ゴロがいいからつけただけですよ。聞かないであげてください、マックスさん。ゴロがいいんですよ。帽子がフラミンゴなんですよね。そうです、そうです。帽子がフラミンゴなので。マックス学院長って何ですか？なんで学院長って一番気になる、確かに。何ですか？しかもあれ、あ、しかもあれね、学院長じゃなくて学院長なんだね。学院長です。院長先生。確かに。プンスカ魔法学院の院長だったね。ですね。あ、そうです、そうです。プンスカ魔法学院って何ですか？V のね、あのグループをね、されてる。そんなグループがあるんですか？詳しく教えてほしいな、それは。知ってるでしょ、絶対。結構アモアスやらせてんだけどな。え、それってもしかしてマックさんがプロデュースしたとかそういうことですか、もしかして。すげえ。めっちゃ宣伝入ってくれる。めっちゃ宣伝してくれる。ありがとうございます。え、モデリングもマックスさんがして、あのちゃんと 3D モデリングをマックスさんがして。そうです、そうです。めっちゃ詳しい。めっちゃ詳しいじゃん。すごい。はい、これ動画化した人、この時間困るよ、どうする動画化した際は困るよ。カットします。お互いで合ってますか、これ。ちょっと P 音を入れておきますね、今のところ。CM でしたね。そう、ちょっと真相はアイカービューで。ビュー。ゴゴ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 ズゴンバッコン大騒ぎ、姿形も十人十色。誰だっけ、ここ藤木さんか。茶色黒、茶色黄緑黒かな。茶色黄緑黒、黄緑黒白、茶色黄緑黒白水色、黄緑黒白水色、ちょっと待って、おお、すごい、これがボタンおじさんだ。もう白白白、俺がボタンたるゆえん。白白二人出ましたね。ボタンたるゆえん。白白二人だわ。終わんなかった。ボタンおじ最強。なんか背中で教えてくれましたですね。夏目先生にめちゃくちゃ警戒されました。はい。夏目先生がボタンを押してくれるのかなと思ったんですよ。あのはしごを登ってたので、だったらなんか僕が登るときにスーッと降りて、登ってスーッと降りてってやって。すごく身を守っていらっしゃいました。死にたくないです、もう。これで先端さん黒だったらもう俳優になった方がいいですけどね、もう。あ、夏目先生、ちょっと話したいことがあるんで、セキュリティの下の展望デッキまで来てもらえますか。お、まあいいよ、一回、わかった、じゃあずっとおるそこに。ヒューヒュー、ヒューヒュー、私待ってる。セキュリティのインポスターは電気消してあげて。オッケーオッケー。セキュリティの下は電気ついてないよ。
あでもあそこ暗くなる、外なのに暗くなる謎仕様だから大丈夫大丈夫。ああ暗くなるんですね。いい雰囲気になりますね、ちゃんとあそこのいい雰囲気になる。サントさんクルーメイトだったらめちゃくちゃインポスターに有利の情報当たってるんですけど、んまあ続きはセキュリティ下で。ゲンです。ずっとミュートで喋っていました。すいませんでした。ナイス。ヒューヒューって言ってたんですか？一言だけですけど。おい、茶化しに来るんじゃないやじ馬。おい。おい、茶化しに行くんじゃない、ヤジウマ。ヤジウマが。ちょ、うるさい、ここ。めっちゃうるさい。ここうるさい。本当にいるんだ。みんなイチャついてんだろうなと思って、壊してやろうと思って押しました。6人くらいいましたね、セキュリティ。直したなんか、ヤジウマがめっちゃ集まってきてて。あ、いい、行くで夏目先生はちゃんとデート場所に向かおうとしてて、向かおうとしたのね、エレクトリカル突っ走ってましたね、うんうん、停電直さないであげた方がいいのかなと思ったら爆速で直って笑いました。開いた時全部降りてましたよ。なんか雪だるまとフラミンゴがなんかめっちゃ野獣回してきました。なんなら本人たちより先に集合してました。そうなんですよ、僕先に着いちゃったっていう。先回り、確かに結構早く着いちゃいましたね。くそ、殺せんかった、ぶっ殺してやろうと思ったのに。さっきのボタンって先端さんってボタンガチで押しに行きたいみたいな感じだったんですか、ボタンおじさんって。いや本当は夏目先生を殺してボタンを押そうとしたんですけど避けられました。ムカつくから集合してもらいました。ああ何ですか。いやなんかポメサポナッタとエンジンの左側まで来て僕とすれ違ってボタン押しに行かれてましたよね。はい、あなんか直で行くんかなと思って。あのあとなんてちゃんと真面目に答えるとコミュニケーションってあの、まあ、基本的に行った方がよくてあのアリバイが作れるんで、あの人間としてのね、でオラフ君とすれ違ったんで、あもうこれでオラフ君と一生目できると思ってエンジンのタスクをやってからボタンを押しに来ました。あ誰かとすれ違えばいいんで、あのコミュニケーション付近で。これボタンを押してるマックスさんと配電盤直したゲンさん白くないですか。僕がインポスターだったらもうドサキルしに行きますけどね、もう。いやでもなんか逆になんか場所とか絞れちゃうからさっさと終わらせようとしたっていう。あなるほどね、説を僕は押したいで。でも野獣はそんないるならね、ドサしたくなるんじゃない。もうドサキルしに行っちゃうな、うんうん、直したのってゲンさんじゃないんじゃない。誰よ私に出たの。他に名乗り出てないでしょ。私よ。恋愛くらい自由にさせてあげなさいよ。あ、貨物終わったんだった。緑、なんで告白する流れになってんだよ。ぶっ殺してやろうと思ったのに。シュッ、シュッ、話してるふりしてタスクしよう。お前な、いつもなんか可愛いこぶってな、そうやってな可愛いって言われるのにさ気持ちよくなってんだろお前な。どうなんだ、少しはな、もうちょっとさなんかもっとさ視聴者にこび、あもういなかった。サントス、青、白、青、白茶、青、38694。うわあ、神殿図前でアルマさんです。アルマさん電気室ですれ違っ
いました。はい、っていうか私と一緒にあのレバータスクをずっとやってました。あ、そうですね。で私より先に右に行かれて、私もレバータスク終わったんで右に向かったらアルマさんが死んでました。最終位置神殿図です。んんんあ、ま、じゃあ最あごめん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 、最終位置電気室です、ごめんなさい。夏目さんとは弦の後ろにおられましたよね。だから夏目さんはアルマさんキルはやってないと思います。ザチキンさんと、夏目先生と僕が、セキュリティ下に行って、ザチキンさんが先にどっか行って、うん、って感じでした。今回絶対投票ですよね。2キル何キル4キルでしょ。4キルだった。あ、いやごめんなさい。だから1人が2キルだよね。ただ今回ってめちゃくちゃ時間長かったから有用時間としてはすごいあってよ。なんなら90くらいあったから。ね、夏目先端雑菌無理じゃないか。でも半分くらい雑菌は死んでる、まあ1人で2キルする時間はお互いないと思います。あ、じゃあ夏目先端無理、先端は1人で2キル無理です。サントスさんコクピットで何してたか話してほしいかな。アドミンの情報とか出ない？ね、ダウンロードして1回見たときだいぶ前だけど20秒前くらいはね、コクピット1、武器庫1、キッチン2、セキュリティ1、金庫室1、診察室1だったか。あとね、もう少しアーカイブらへん、シャワーメインホールにもいたかもしれないけど、そこちょっと覚えてない。なんか 1が結構点在してた、固まってた。エンジンルームから左に行くチャゲポヨさんを見てて、チャゲポヨさんと一緒だと思ってたんですよ。そんなことない？あ、そうなんだ。チャゲポヨさん、いや私はアドミン情報を見た後に、武器庫に入って武器庫のタスクにかけ2をやっていって、すいません、一応死体発見者なんで、アルマさんの右にいた情報とかのアリバイの方を洗った方が多分勝ちやすいと思ってます。一回スキルします。でもどうする、ボタンを押せるか先端誰やし、これの見た情報だとサントスさんにしか投票できないかな。ちなみにチャゲパさん絶対左だと思う。多分キル多分間に合うと思う。結構古くない話は。ボタン僕は押してるんで、タスクせずに。ミュー対策するか。ちょっと絞りきれんかったけど入れた方が良かったかな。あ、終わるか。だよね。あ、マジか。ゲンサントスだよね。ゲンさんがサントスさんのあれに回ったもんね。はい。ナイス、ありがとう。どうもない。ミーティングで、ミーティングで一肉見つけたんで、モンバーしました。いや、もう、サントスさんたちの俺視点はもうほぼほぼ確実で、チャゲポさん含めて両方にキルしてるんで、俺とすれ違った直後に殺されてないとおかしいんですよね。コクピットで殺されてるのが一番最有力だと思って、サントスさん落としたかったんだけど、さらに10秒が決まりそうだったところ、ゲンさんが濁してくれたんですよね。ありがとう。マジありがとうございます。いやもうマジでそうだったんですよね。本当にそのままコックピット入って、いやさすがに、まあ、サントスさんやり返してこないだろうと思ったらバシッてやられて終わらない、この殺し合いは終わらないっつってでもあの状況俺がインポスターで塗って一人殺せば終わりの状況でもあるから、そう、他視点ちょっと、あでも伝わりかったか、6は。ただ6人だからね、あれは多分ね、あのインポスターだったら回避しようと思うんだよね、スキップしようと思うんだよね、そこ釣りに行ったっていうところを、まあ、ちょっと確かに。ごめんなさい、僕もスキップってちょっとちらって言っちゃったから。あれ、センターが白く見えたから、センターの投票に合わせる気で、センターどこ入れるって聞いたんだけど、ごめんなさい。間に合わなかった。申し訳ね。いや、あれね、いや、普通に30秒で押せるケースもあると思ってて、たまたま私、宿舎前行ってボタンまで行ったら3人上がったのが侵入できたんで、あとは、登ってないのが残り3人で、うち1人はゲンさんでインポスターだから、あのめっちゃうまくいかないとあのリアクターが直せないなっていうのがすごいくっきり見えたんですよ。なので、まあ、13秒から10秒待って押せば確実にキルクール開ける余裕があるなっていう。初め先生の判断とか最高だったけどね。ミーティングルーム下下がったじゃん、あれ、テラゾーサントスで対立してたからそれを残してっていう判断も完璧で、俺がねミーティングルームの逆のテーブルに移動すればね、もしかしたらまだあったかもしれない。
え、原産ってニキルですか？ニキルです。あ、ニキルか。いや、あのマックスさんを、さんそう、もう気づかなかった、申し訳ない。マックスさんをあのスイッチグイってあげるタスクのところで切って、光らない位置で切って、あとアルマさんと一緒にレバーをやってるふりを30秒間して、そう全然気づかなかった。もうそう思って切りました。カメラってザチキンさんですか？私カメラの人にイベント見られたと思ってたんですけども。ああ金庫室から出てきたの、そうですかね。そう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 、だからああいたんだって思いながら見てたし。あ、本当。でもなんか多分ザチキンさんがカメラに一番近いから、まずカメラ見に行って、モノケの殻だったからカメラに一番近いザチキンさんが見たのかなと思って、もうそうですね、殺しました。うん、いやもう本当にね、ゲンさんの僕キルが鮮やかすぎて、なんかなんか死んだことに30秒ぐらい気づいてなかったもん。どっかの漫画みたいな世界。すいません、戻りました。いいキルだね。初手4キル成立しちゃうんだな。初手4キルでバレてないのが強いな。うん、あった。僕はまあ、展望デッキタスクしてたんですけど、夏目先生がなんか、うん、何してたのかなーって。夏目は、僕はタスクの用事があったんで行ったんですけど、なんか夏目先生ずっとうろちょろしてて。展望デッキで20秒ぐらいなんか時間潰しましたけど、あれ何なんですか？夏目先生。ちょっと理的行為やめてもらっても、もうさ、もうそういうのから、そういうのから本当に心が辛くなる。じゃあそろそろ。何言ってかよくわかんない。どういう状況がわかんないって。すいません。辛くなっちゃいました。